ゴマの模様が多い子、逆に少ない子、頭が黒っぽい子なんかいるんですが、じゃあ、ザキヤマ動物園のアザラシの中で、一番見分けやすいアザラシはどれかというとですね、一頭だけ、ひときわ黒っぽく見えるアザラシがいます。ちょうどここにいますね。これは今年の春で26歳になる、高齢のアザラシなんですが、細かアザラシたちは流氷の上で出産と子育てをします。その時敵から狙われにくい色、保護色ということで、周りの景色と同じ真っ白い上に覆われて生まれてきます。じゃあそれではですね、もぐもぐタイムということで餌の話をしていきたいなと思います。野生化の細かアザラシたちは主に魚を出荷しています。魚の他にはですね、イカやタコ、あとはタイなんかと食べているんですが、ザキヤマ動物園のアザラシたちはというと1種類の魚を食べています。飛んできます。尻尾の方向から飲み込んでしまうと、鱗やヒレなどが滑り止めの役割をして、なかなか喉の奥へ入っていかない。なので尻尾の方向からもらった方はですね、必ず頭に持ち直して飲み込んできています。ペンギンなんかもですね、こういった魚の場合は必ず頭から与えてあげないと食べてくれません。で、あともう一種類がこの魚です。この魚は何だか分かりますか？